デートビズ。年末年始をふるさとなどで過ごした人たちの U ターンラッシュが始まっています日本道路交通情報センターによりますと今日午後から東京方面へ向かう上りを中心に渋滞が発生しています午後4時の時点で関越道高坂サービスエリア付近で22キロ東名高速道路で20キロの渋滞となっています